皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題、今回は多項式と数の乗除とその利用についてお話します。まず多項式と数の乗掛け算ですね。この乗法は分配法則を使って括弧を外して答えを出します。括弧1番4括弧 2a プラス 5b 括弧閉じ、こうなっていますよね。前の4と括弧の中の 2a をかける。次に前の4と括弧の中の 5b をかける。これらに分配法則を使います。ですから 4×2a たす 4×5b、 こうなりますね。 c2 が 8a たす 4×5=20b と、ね、8a プラス 20b というのが括弧1番の答えです。括弧2番括弧 x-3y 括弧閉じかける6と、かける数字が後ろにある場合も同じように考えます。で x と後ろの6を掛け算する。でマイナス 3y と後ろの6を掛け算する。ですから x×6-3y×6、 こうなります。で 6x-18y、これが答えですよね。括弧3番6括弧 4a-2b-3 括弧閉じ、この計算をするときも毎回このね掛け算の式書くの大変でしょ。だから暗算でできるようにしましょう。前の6と 4a をかける、前の6とマイナス 2b をかける、前の6と、括弧の中のマイナス3をかける。この順番で 6×4a6424a ですよね。で 6×-2b 6212b、 そして 6×-3 6318と、このように暗算でできるようになりましょう。括弧4番括弧 2x プラス 4y-2 括弧閉じ ×-5、 これも同じです。括弧の中のこの3つの項で順番にマイナス5とかけます。 2x×-5、 これマイナス 10x ですね。 4y×-5、 4520ですからマイナス 20y ですね。そしてマイナス 2×-5、 負の数同士かけるのでプラスになってプラス10と、マイナス 10x マイナス 20y プラス10というのが答えになります。多項式を数で割る計算、この計算は乗法の形に直して計算します。割る数を逆数にして掛け算に直す、こうやって計算ですね。括弧1番 15a たす 6b 括弧閉じ割る3、この場合は括弧 15a プラス 6b括弧かける3分の1と、こういうふうに考えます。ですから分配法則で 15a かける3分の1たす 6b かける3分の1になりますね。約分をしちゃいます。後ろも約分をします。そうすると前の部分が 5a、後ろの分がたす 2b と、このように計算できるわけです。でもこれ簡単ですよね。この括弧の中の数、これが後ろ割る方の数で割り切れる場合は、で15÷3 で 5a、 6÷3 で 2b、 こういうふうに考えていっぺんに計算できる人、やっちゃっても構いませんよ。括弧2番20a-15b たす10括弧割るマイナス5、これもここの部分を逆数を使って掛け算に直します。イコール括弧 20a-15b たす10括弧閉じかける、これマイナス5分の1になります。このマイナスの掛け算ね、答えの時の符号を間違えないようにしてください。そうすると
括弧は言いませんね。20a×-5分の1-15b×-5分の1+10×-5分の1、こうなりますね。約分をしちゃいます。そうすると前の部分はマイナス 4a、 符号間違えないように。次はマイナス 15b×-5分の1、 負の数かける負の数ですから、これは正になって約分をしますね。と 3b と、そして後ろの部分 10×-5分の1、 約分をします。と正の数と負の数をかけるので引き算になって2と、答えはマイナス 4a+3b-2 と、このように計算できるわけです ね。多項式を数で割る計算は逆数を使って掛け算に直す、乗法に直して計算する、これが基本です。今度は括弧が複数ある場合の計算です。それぞれの括弧を分配法則で外していくんですけれど、その時結構符号のミスがあるんですよ。ですから符号のミスには気をつけてください。括弧1番3×2a+b+2a-3b、 これをそれぞれ分配法則で括弧を外します。 3×2a で6a、3×b で+3b と、そして 2×a で+2a、 そして 2×-3b で-6b になります。これを同類項同士にまとめます。一応最初だけ書きますね。 6a+2a 順番の並び替えまして 3b-6b ですね。ですから答えは 8a-3b とこうなります。括弧2番も同じように考えます。括弧2番は 4×2x-y×-2x-3y ですね。同じように分配法則をします。 4×2x なので C2が 8x、 4×-y で-4y、 そして -2×x で-2x、 -2×-3y で+6y ですね。同類項は 8x と -2x ですから、ここを計算すると 8-2で6x、 y の方は -4y と 6y ですね。-4+6 は +2 ですから +2y、 このような答えになるわけです。繰り返し言いますけれど、特にこの引き算が入っているときですね、符号を間違えやすいので符号のミスには気をつけてください。分数の形の一次式の下限では、この多項式と数の乗除、これを利用します。その計算をするときですね、分数ですよね、通分というのが出るんですけれど、通分したときの計算、これミスをしやすいところがあるので、この部分注意してください。括弧1番2分の2a+b-3分の a-b、 これ合っていますよね。分母は2と3なので通分する必要があります。2と3の最小公倍数は6なので分母を6に揃えます。この2分の 2a+b を分母6にすると、2が6になっていますから3倍したわけですよね。ですから分子も3倍するんですけれど、その時このように考えてください。3×2a+b とこうやって考えると、同じようにここの部分も6分の、で3が6になって2倍してるので、2倍して ×a-b とこういう形になるんだよと覚えておいてください。これ分母が6で揃っているので、
分母一つにまとめちゃいますと、こんな風に書きます。6分の3かっこ 2a プラス b かっこ引く2かっこ a マイナス b ね、こうなりますよね。このカッコをつけ忘れる人がいます。そして後ろの部分の時にね、マイナス 2a プラス b とかね、この2を掛けない状態で計算するミス多いので、ここの部分は特に引き算の部分ですね、気をつけてください。これをカッコを外します。6分の分母法則ですね、サニーが 6a プラス 3b 引くマイナス 2×a で 2a でマイナス 2× マイナス b でプラス、ここの部分をミスするんですね。 2b とイコール、どれ以降は 2a とマイナス 2a で6引く2で6分の 4a、 そして b は 3b たす 2b でプラス 5b と、これが答えになります。括弧2番です。3分の x マイナス y たす9分の 2x マイナス y、これ分母3と9なので通分して分母を9にしとめます。ちょっとこれはみ出しちゃってね、ちょっとずれますね。9分の3が分母9になるので3倍していますので、3括弧 x マイナス y 括弧足す、一応後ろの部分これひとまとまりということで括弧2で言っておきます。 2x マイナス y イコール9分の 3x マイナス 3y たす 2x マイナス y、 ちょっと下に書けなくなっちゃったんで後ろに行きます。9分の、どれかは 3x と 2x で3たす2で 5x、 そして y の方はマイナス 3y とマイナス y なのでマイナス 4y ね。9分の 5x マイナス 4y、 これが答えになります。今回は多項式と数の乗除とその利用について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。